はいどうもパチューです、えー、今日は何の話をしていこうかっていうとねあの飯塚幸三さんの話ですわあの上級国民でおなじみのねあの池袋で暴走事故をして、えー、人を殺したというね、えー、その飯塚幸三さんの裁判でね、えー、今日、えー、判決が出まして、えー、禁錮5年ということですね。 えー、金庫5年、えー、90代の飯塚被告に対して金庫5年ってのはもう実質死刑みたいなもんじゃないかってことでね、えー、ツイッターにはね実質死刑とか実質推奨神経というね、えー、そんな言葉が、えー、トレンドに上がってたりなんかしたんですけど、えー、甘いっすねあのー、普通に考えりゃってか法律調べてみりゃ分かるんですけど、えー、飯塚幸三被告はね、えー、実刑が確定したとして 刑務所に入ることはありません、何日か入って自宅に戻されます、なぜなら高齢だからですね、上級国民だからじゃないんですね、ちゃんとそういう高齢者は刑務所に入れないというルールがありまして、そういうためにね、ちゃんと申請をすれば自宅に返される。 もしくは病院へ行くことができる。えー、ちゃんとね、日本はね、あのー、受刑者にもちゃんと人権がある国なんでね、えー、そういうふうになってます。残念でした。えー、まあね、そら、ね、あのー、さっさと死刑にしろみたいなことね、ツイッターはやっぱ好き放題言うとこですから、えー、一生出てくるなとかね、さっさと死刑にしろみたいなこと言ってるやつもいますけど、 えー、日本の法律をね、遵守するという僕の立場からすると、発揮しって、えー、そんなことは絶対に起こりえませんという感じですね。じゃあ終わりにしましょうっていうわけにもいかないんですけど、えっ、ー、とね、それがね、おかしいと思うと思うんですよ、皆さんね、えー、僕もね。 まあ確かにちょっとこれはね、理不尽だなーっていうね、遺族の方に対して理不尽だなーとは思うんですけど、でもそれって仕方ないじゃないですか。そういうルールなんですから、法律でそうなってる。だったら、法律変える必要ありますよね。憲法もそうだし、法律も改正する必要がありますよね。じゃあ、のの変えてくれる政党はいるのかっていう話になるとね、ちょっと。 なかなか微妙な感じなんですけど、えー、つい最近というかね、あ、今日だったかな、えー、憲法53条というのがありまして、えーまあ、6月ぐらいからね、あの国会を開けっていう申請を野党がしてて、えー、菅総理がね、えー、国会を開かないということで、それを非難する声明を、ね、野党が出したんですけど、えー、それに関してはね、野党の方が実は間違ってるんですよ。 えーまあ、今日もね、ツイッターのトレンドで見たような気がするんですけど、えー、国会を開かなきゃいけないよっていうルールが、えー、法律憲法53条にはあるんですけど、えー、その憲法53条っていうのはね、あのー、ね、えと、ー、 憲法53条には国会を開かなきゃいけないというのは書いてあったんですけど、えー、何日までに開かなきゃいけないとかいうルールはね全くないんですよ、まあ、つまりね、えーまあ、おそらくねあの菅総理ね、あのー、近いうちに解散・総選挙をすると思うんですけど、えー、それの1日前に例えば国会召集して、えー、第一,一言目で解散しますって言っても違法ではないんですよ。 でなんならそれがいつであっても違法ではないんですよ、えー。今ね、国会を開いてないことが違法って言ってる人たちは、えー、法律まともに読んでません。えー、<laughs> いつって書いてないんだから、えー、そういうね、ざる法なのに、えー、憲法を守れとか言って、えー、憲法を変える気ないんですよ、野党の人たちは。で、自民党の方はね、自民党の方でね、憲法53条の改正案というものを出してます。 えなんですが、まあ、野党の方々はね、えー、基本的には何があってもかん反対というような形で、えー、僕はねそれがね日本を良くしてないというふうに思うんですけどどうでしょうか、まあ、正直ね、あのー、この飯塚被告のとこもそうだしその憲法53条もそうなんだけどえー ね、そ,のそ,れそのことが間違ってるんだと思ったら、えー、そのことに制限を加えるための法律をちゃんと作ればいいだけの話です、えー、憲法53条の2項とかいうのがねできればいいわけですよ1項2項でなおこの法律を守らないと何とかに処されるみたいなことをね、えー、もう文言を入れちゃえばいいわけですよなんだけどねそういうこともしようとしないで、えー、憲法 ね、意見状態だとかかなんかね文句を言ってるだけまあ実はねあの野党の皆さんもねあの本当は国会なんて開いてほしくないんですよだって夏休みしてた方がいいじゃんかあの <laughs> でねふざけてんのはね国会でコロナ対策とか言ってるでしょバカでしょあの担当大臣とねあの官僚に任しとけいいんですよそんなこと国会でやるのは立法ですよねあの立憲民主党なんて立 県ってて名前ついいるじゃないですか、えー、法律を作るのがね、えー、国会の主な仕事なんですが、えー、それをね戦後70年ずっと拒否してたんですよ野党の方々というのは、まあ、自民党の方はね、えー、憲法を改正しようという動きはあったにしろまあね、まあ、本当にする気あるのかないのかっていうのはちょっとわかんないですけどね自民党さんの方も、まあ、僕もね自民党を評価してるとはいえあのそれは本気で憲法を改正する気があるのかというのはわからないですね。 で先進国ってね、めちゃめちゃ、あの、なんなら年一ぐらいのペースで憲法改正してるんですよ。<laughs> あの戦争に負けたドイツだってめちゃめちゃ改正してます。確か50回ぐらい改正してたような気がするんだけど、気のせいでしたっけね。いや、それね、正確な数字わかんないんで、調べたら穴出るかもしれないですけど、えー、っとね、先進国でね、あの唯一え憲法改正を行ってない国というのが日本なんですよね。 ほ他の国はね、何十回という感じで憲,憲法改正をしてます。もう大幅にね、もう憲法の文章がもう、ま、そっくり書き換わっちゃったような、えー、そんな国もあったと思うんですけど、えー、っと、本当にね、あの例えば GHQ が作ったとかそういうのもあるんですけど、 あのそうじゃなくてさあの間違ってるようなああの法律とかさ抜け穴があるような法律ってのはちょっとつどつど改正していくのが正解だと思うんですけどね、えー、それを、ね、拒否して憲法改正しないんだったら、えー、今回みたいなね飯塚被告みたいな人はいつまでたっても現れ続けるし、えー、菅さんはね、えー、国会を開催しな,しなくても解散する1日前に「あ国会始めます」って言って。 でみんな集めといて解散って言いやいいだけあの言えば別に違憲ではないですからね、えー、過去にねその安倍首相もやったらしいんですけどまあそれもね結局いつまでっていう期限はないですからねやっぱりそれも僕は違憲じゃなかったと思うんですけど、えー、なんかし新聞の記事とかね一応今回も調べてみたんですけど、えー、菅総理の話と一緒 18年だったかなの時の安倍政権の話がね、いろいろ載ってて。ああ、その時もね、同じように文句言ってたんだね、野党の人が、みたいなあの。そんな感じですよね。あのー、結局さ、何年も何年も同じこと言っててさ、全く仕事なんてする気ないじゃん、あっちの方の人もっていう。ちゃんと仕事しようよっていうね。まあ今回はね、その飯塚幸三被告のお話とね、あのー、<laughs> 憲法53条え、国会開けとかいう、そういう話。 <laughs> に関してねちょっと喋ってみましたけどえー、っとね本当にねあのー、ダメな法律は変えなきゃいけないよっていう風に僕は思うんですけどね皆さんどうでしょうかっていう感じで終わりにしましょう以上パチオでしたバイバイ